高橋由一チャンネル。矢野財務次官は更迭されないとですかというですね、質問が来ているんですね。まあ、どっちになるか最後は、そうなるかは岸田さんの判断次第ですけれど、はいはい、まあ、普通この財務省の官僚だと、うん、なんていうかな、こういうことをやったらどういうふうなリアクションが出るかって全然全部読めるんですよ。はい、それでどういうことを最初するかっていうと、はい、まあ、用路って言ってね、用路っていうのはね、いろんな重要なところに根回しをするって、そういう意味でのちょっと言葉なんだけどね、はいはいはい、用路しっかりするとか言い方するんだけど、はい、ちゃんと根回しはするわけ。はい、必ずする。はい、それで財務省は特にその根回しとかそういうのは組織だってきちんとするって役所なんで。はい、だから事務次官がこういうのを出すときに、それでその事務次官の文藝春秋見たら、写真とかたくさん撮ってるから、はい、撮っていくってこと、これはもう確実に根回ししてやってると私は思ったわけ。はい、大体個人の意見でポッて出すってことはないの。だから時々個人の意見だからどうのこうのって言うけど、あれは根回しの結果だと思うよ。どういうふうに根回しするかっていうと、はい、まあ、これは明らかになってるのは、前の、財務財大臣の麻生さんに根回しした、はいはい、で麻生さんは根回ししたってことは、麻生さんの義理の弟の鈴木俊一さんの財務大臣、はい、これには自動的に言ってるし、当然根回しもしてる、はい、こういうのが出ますっていうのをしてます、はい、岸田政権っていうのは財務省と非常に縁が深いから、はい、私の直感だけど、岸田さんにも絶対に根回しはしている、はい、してるんです。していないってことはありえないと私は思う。あ、そうですか。だから岸田さんの方は、なんていうかな、歯切れが悪いわけよね。なんかゴリゴリしてますよね。あと、この政府の中の意見を、はい、まあ、ちょっとずらっと言うと、岸田さんは、まあ、議論はいいけれど、決まった時にはしっかりやってくれと。はいはい、で、官房長官も同じ意見を言ってるしね。はい、それで、鈴木俊一さんっていう、まあ、財務大臣はね、はい、個人で意見であると。結構です。内容もいいですって、そういう言い方をしてるよね。こ、うん、れで、あと、山際大志郎さんって、これは、なんだっけな、経済担当大臣だけど、はいはいはい、この人は多分、事前に聞かされてないんだけど、うん、聞かされて、根回しはなかったかもしれないけどね。はいはい、まあ、個人の意見だから、いいですって感じで言ってるよね。うん、で、面白いのはね、政府じゃない人。はい、高市さん。はい。はい。馬鹿にしてんじゃないよっていう言い方だよね。このは多分根回しはしてなかった。あ、そうなんですね。うん、あと、公明党の政調会長、はい、竹内さんって方は、これも政治家はそんなバカじゃないって言って、不快感を示してるよね。はい、これもしても根回しはなかったと思うよ。だから結構根回しがあったかなかったで見るとすごくわかるわけ。聞いてないよって言ってるだけってことですか？高市さんは、はい、それはそうでしょ。こういう時に、はっきり言うとね、聞いてたように話すると後からバカにされるから、これは聞いてないよって言ったのはただいいんだよ。私は聞いてないっていう言い方なんだろうけど、それで結構なんだ。やっぱり政治家はこういう時にはっきりしないといけないわけ。はい、私は聞いてないってはっきり言った方がいい。うん、それじゃないとバカにされるだけだからね。それでね、安倍さんが面白かったのね。一番面白いコメント。はい、あの論文は間違っている。明快ですね。さすがですね。あのね、この手の話した時にみんなね、うん、手続き悪いって言ってね、マスコミもそうなんだけど、手続きのことしかみんな言わない。中身について言わない。はいはいはい、でも安倍さんは間違っている、うん。中身について言ってない唯一安倍さんだけですね。私の答えみんな知ってますよね、はい、もう中身が間違った、はい、会計学で0点、金融工学でも0点、はい、会計学では1個のなんていうかな、一般会計って1個の会計だけしか見てなくて、はい、おまけに 1個の会計の債務でもバランスシートじゃなくて、うん、資産を見てなくて債務だけだから、はい、これは全部の会計合わせて資産と負債見なきゃいけないっていう意味では会計学として0点、はい、それとあと破綻の確率っていうのは計算すると 1%、 5年間で 1% ぐらいだから、はい、こんな時に破綻なんて言っちゃいけないっていう意味で、金融工学も0点っていう、はい、内容が0点です、はい。でもこの内容を触れる人っていないので、ね、経団連とか同友会なんかはいいんじゃないですかって言っちゃって。恥ずかしいよね。こんなんでいいんじゃないですかって言ったら、会計学できないって言ったら企業経営できないよね、はい。そのレベルの話だけど、みんな言えないでしょ、マスコミも。テレビは、乗っかってますよね。中身言えないからでしょ。はい、大馬鹿ってんのをはっきり言って、天下にさらすような話だよ、これは。だからよく見てたらよろしいですよ。この時にどういう発言するかによって。うん、中身の話言えないで、手続きのね、ゴニョゴニョ言う人とかそういうのってのは怪しい。うん、それで政治家の中は根回し受けてる人、受けてない人いるから。はい、それで、岸田さんはおそらく根回し受けてるはず。うん。うん、だから、実は、更迭しにくいってされないでしょうね。一回 OK しちゃってるから。そうなんですね、うん。多分そうだと思います。もしかあれだったら、安倍さんと同じように、この論文は間違ってるっていうよね。
多分言わないですよ。言わないでしょ。言わないってことはいい。でも逆に言うとね、あんな0点の論文をね、0点の論文を書いてる人間を財務次官にするってだけでお里が知れるっていうことだと私は思いますよ。きついようだけど。でも、内容について多分言ってるのは私だけだから。うん。うん。あとの他の人はね、いろんな、なんかいいんじゃないかって言ったんだけど、会計できねえんだよ。企業経営者がこれ言ったらさ、もう本当になんか、財務省読めませんっていうのを白状してるのもんだし、恥ずかしくて言えないけどね。経団連はおかしいですよ、ね。おかしいよね、こんなの言ってたらね。だから話になんないよね、おそらくね。毒まんじゅう食わされたのかどうか知らないけどっていうことしか言いようがないよね。うん。本当にどうしようもない。でも、だから、こういう時にも バカを晒すのは結構なんじゃないの？そうそう。うん。と、私は思いますよ。これはでも、財務省の主流な意見なんですか？主流でしょ？30年ぐらい前にこれおかしいと思ったんで、なぜかっていうと、1個の会計だけで見てて、その全体のバランスシート作らないから。で、その時は実は全体のバランスシート政府の中なかったからね。はい、私25年ぐらい前に、まあ、その財政投融資改革っていうのをしてくれって言われた時に、うん、このバランスシート作らせてくださいってちゃんと上に言ったんだよね。うん、そしたら、私しかその財政投資改革できないから、いいよって言われた。はい、で、バランスシート作ってみたら、はい、もう財務省が言ってるのが全部嘘だったってことで、嘘だったですねって言ったら、黙ってろって言われたから黙ってましたけどね。それは、やばいって思ったんですか、財務省としては。そうだ、そうでしょう。だから、表に出すなって言ったんだけど、はい、その10年ぐらいしたら、私、小泉政権入った時に、小泉さんが、なんだっけ、借金30兆円ぐらい大したことないんだろうって言っちゃったんだよね。はい、そしたら、財務省の人大騒ぎで、小泉さんに、大変ですよ、大変ですよって言ったんだけど、私一人ね、はい、いや、このバランスシートありますか、僕見たら大したことないですって言っちゃったら、それ出せたもんね。大変だよね。で、その頃に、矢野氏が、変なワニの口とか言って一個の収支だけで危ないですって本を出してるんで、それは私に対する対抗なんで、だから逆に言うと私こういうのでずっとやってきて、政権の中の人では例えば安倍さんとか菅さんなんかは高橋さんの方が正しいと思ってやってくれる、だから安倍さんは今回もあの論文は間違ってるとはっきり言い切ってるわけね。岸田さんには届かなかった。残念ながらね、自民党の中でこういう話もしたことあるんだけどね、高橋さんは理解してたけど岸田さんは理解してなかったってことです。高市さんが間違ってるって言えなかったのは、その一応。ちょっとわかんない。立場かもしんないし、間違ってるまで、どこまで理解してるかって話になるかもしんないしね。うん、それほど読んでなかったっていうのもあるんですか？うん、読んでなかったっていうか、間違ってるっていうのは大変なんだよ。あ、そうなんですね。うん、言えます？まあ、そうです。でしょ？知識ないとすごく言えないでしょ。はい、だからこれ言えないんだよ。普通の人は言えない。で、ましてよ、親、財務省が言ってた話だっていうふうに思ってると、はいはい、言えないんだよ。だから財務省とガチンコして、議論勝てるっていう自信がなかったら言えないでしょ。あ、そういうことか。うん。それは言えないよ、普通の人は。だテレビコメンテーターには絶対言えませんから。大体ポチだから、みんな。ポチの人がね、飼い主に噛めるわけないだろう、とまず思うよ。あとね、知識がないから。はい、知識があったらね、多少ね、やろうと思う人いるかもしれないけど、はい、知識がなくて、かつね、ポチだから。本当にあれだよね、どうしようもないね、テレビの方はね。皆さんの質問をお待ちしております。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。